人田様ご講演どうもありがとうございました。それではここからは私マスワークスの田中より弊社が提供するセキュリティ関連のソリューションをご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本講演では MBD でご活用いただけるセキュリティのためのモデリングガイドライン、モデル解析、コード生成、コード解析、 これらを順番にご紹介いたします。まず最初にご紹介しますのは、SIMLink チェックによるモデリングガイドラインチェックです。ここではモデルアドバイザーというチェッカーを使用しまして、セキュアコーディングのためのモデリング標準をチェックします。操作は簡単で、モデルアドバイザーの GUI からセキュリティ関連のチェックを選んで実行するだけです。 そして実行した結果、ユーザー操作により、モデリング標準から逸脱しているブロックを素早く特定します。SERT-C や CWE など、生成コードのセキュリティ標準への準拠性を低下させる可能性のあるブロックの削除や、パラメータの見直しに役立ちます。次にご紹介しますのは、SIMLink Design Verifier によるモデル検証です。 ここではモデルの潜在的な設計エラーを特定します。設計エラー検出という機能でモデルを解析しまして、ゼロ除算、整数オーバーフロー、範囲外配列アクセスなどを引き起こすモデル内のブロックを検出します。そして設計エラーを再現するためのテストケースを自動で生成しますので、デバッグにご活用いただけます。 このような設計エラーをモデルで検出できるということは、生成コードのセキュリティ標準への準拠性を高めるのに役立ちます。3番目にご紹介しますのは、エンベレットコーダーによるコード生成です。先ほどご紹介しましたモデルアドバイザーでは、生成コードのセキュアコーディングのために、エンベレットコーダーで推奨されるパラメータを提案します。 不動小数点演算処理、再起呼び出しの検出、オーバーフロー処理などがガイドします。パラメータの中にはユーザーの希望する設定がセキュリティ標準から逸脱する可能性が考えられます。例を挙げますと、エンベデッドコーダーの最適化設定では、規定のパラメータ動作を調整可能と設定することで数値ブロックのパラメータなどを グローバル変数としてコード生成します。一方、サー r t c のルールでは変数と関数のスコープを最小化するということを推奨しているため、このルールからは逸脱してしまうことになりますので、ご注意ください。その他には、モデルに手書きコードを含めることができますが、セキュリティ標準に準拠していない可能性が考えられますので、MBD でもコード検証が必要と、 考えられます最後にご紹介しますのはポリスペースバグファインダーとポリスペースコードプルーバーによるコード解析です。モデルでセキュアコーディングのためのモデリング標準をチェックするということは、開発の早い段階でルールへの準拠率を上げることにつながりますが、すべてのルールへ対応できるというわけではありません。 モデルのパラメータ設定によっては、追加でコードが生成されたり、S ファンクションのように手書きコードが含まれる場合もあります。セキュアコーディングはコードに対するルールですので、コードで最終チェックをすることになります。ここでご紹介しますポリスペースバグファインダーによる性的コード解析は C および C++ のコードに対して行います。 これは生成コードだけではなく、手書きコードやモデルに含まれている S ファンクションなど、すべてのコードに対して解析することができます。操作は簡単で、ポリスペースの GUI からチェックを行いたい s ー r t c や ISO17961 などの標準を選択するだけです。今表示しているスライドのように、各標準のルールを個別に選択しまして、 カスタマイズされたルールを実行するということも可能です。もちろん選択されたルールはメンバー間で共有することもできます。続いて解析結果についてご紹介いたします。ポリスペースバグファインダーは解析結果だけではなく、検出された欠陥のデバッグに必要な情報も提供します。検出された欠陥を選択しますと、 該当するコードが表示されるわけですが、それに合わせて、結果の原因特定やトレースバック機能が有効になります。また、コード上の各変数にマウスを当てていただくことで、各変数の実際の値や範囲を確認することができますので、デバッグを効率よく行うのに役立ちます。セキュアコーディングのチェックを行うには、バグファインダーを使用しますが、 ランタイムエラーについてチェックする場合にはもう一つの製品のポリスペースコードプルーバーをご使用いただくのが有効です。この製品はランタイムエラーに特化したノーフォルスネガティブの性的コード解析ツールです。形式手法を用いてランタイムエラーを効率よく逃すことなく検出しますのでコードの安全性を証明することができる非常にユニークなツールです。 MBD では S ファンクションやデバイスドライバーなどの手書きコードと生成コードの結合時などランタイムエラーが発生する可能性が考えられますのでセキュアコーディングのチェックだけではなくランタイムエラーのチェックもお勧めいたしますそして今表示しておりますのはモデルでのセキュリティ標準について チェックを行っていなかった場合での解析結果の例となります。これは生成コードに対してサートシーンのチェックを行った結果、67件の逸脱が検出されているということを意味します。そこでコード生成前にモデリングガイドラインのチェックやモデル検証などを行っていると、推奨モデルのコード例とあるような結果となります。 検出された逸脱件数というのは約半分になっておりまして、モデルでのチェックにより逸脱を削減できるということがわかります。もちろんこの中には手書きコードの逸脱も含まれておりますので、すべての逸脱が生成コードにあるというわけではありません。それでもいくつかの逸脱について、モデルをレビューしたいという場合もあるかと思いますので、 最後にこちらをご紹介いたします。エンベレットコーダーから生成されたコードには、モデルへのパスがコードのコメント内に含まれております。ポリスペースはエンベレットコーダーと連携することによって、このパスへのハイパーリンクや変数名から該当するモデルやブロックにジャンプすることができるようになっております。 そうすることで問題のあるモデルやブロックを素早く特定することができますので、モデルのレビューに役立ちます。モデルをレビューした結果、意図通りの設計であれば、ブロックに逸脱記録としてコメントを残すことができます。この記録は再度コード生成した際にコードにコメントとして追加されますので、ポリスペースはこれを確認しまして、 レビュー済みとして扱うことができます。以上がモデルとコード間のトレーサビリティです。まとめです。本講演ではモデルから生成コードまでのセキュリティ関連のソリューションをご紹介させていただきました。開発の早期段階での設計チェックではシムリンクチェックでのモデリングガイドラインチェックとシムリンクデザインベリファイヤーでの 設計エラー検出。セキュアコーディングのためのコード生成の設定では、エンベデッドコーダーによるコード生成。最後に、コードレベルで最終チェックでは、ポリスペースによるコード解析をご紹介させていただきました。今後、ますますサイバーセキュリティ対策が厳しくなってきますので、ぜひ今日ご紹介させていただいたソリューションをご活用ください。 私からの講演はこれで以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。